こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、イクノディクタス前に行きそうです。インディアンフェアリー、それに続いています。さらにはスタインデン、12番コンサートジョイン、その後ろもう一度先頭からイクノディクタス先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。イクノディクタス先手を取りました。これに続くのがヘッドカラーズ、その外にコンサートジョイン、スピードベーブ、そのうちに続いています。その外にインディアンフェアリー、その外からコーンカット、内からはスタインデン、ブレイクエリート、そのうちに続いています。その隣にブランドブルー、その横にドクターウェイ、アグネスパニー、この馬もこのグループ、すぐ隣にファインシアター、しんがりからクイーンタズです。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。フリートダイヤ先手を取りました。先頭は依然としてフリートダイヤ、2番手はイクノディクタス、これは絶好の手応え。コンサートジョイン3番手、さあイクノディクタスこのまま逃げ切れるでしょうか。先頭変わってイクノディクタス、イクノディクタス先頭、2番手はフリートダイヤ、懸命に追いすがります。やはりイクノディクタス先頭だ、イクノディクタス先頭、残り 100m、 イクノディクタス先頭だ、リードは2馬身、このまま押し切れるか。イクノディクタス2番手はコンサートジョイン、完璧です。圧倒的な強さを見せましたイクノディクタス。1着、2着はコンサートジョイン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたイクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ライトブロー前に行きそうです。ファイトスポット、それに続いています。さらにはダンディレクター、5番ブレイクエリート、その後ろ、では前の方から先手を取ったのはダンディレクター。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、では前の方から見てみましょう。ファイトスポット先手を取りました。ダンディレクター、それに続きます。青の帽子ブレイクエリート、その後ろ、すぐ隣にスリージーニアス、並んで13番ビッグロード、イクノディクタス、いい位置です。ゾーマすぐ後ろ、内からはスピークセゾン、その外からライトブロー、内からはファイアザグルーム、並んで14番アイシーアベニュー、最後方にファンタジーバージャー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ9番ファイトスポット、2番手はイクノディクタス、絶好の手応えです。ダンディレクター3番手、11番イクノディクタス、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。ファイトスポット先頭、イクノディクタス先頭、2番手はファイトスポット、先頭を捉えるか。やはりイクノディクタス先頭だ、残り 200m、 イクノディクタス先頭だ、残り 100m、 イクノディクタス先頭、ゾーマ迫る、やはり強いイクノディクタス、イクノディクタス、イクノディクタス、1着、2着にはどうやらファイトスポット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたイクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはチーウリー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくチーウリー行きました。続いて前へ行くのはイクノディクタス、さらにはファイトスポット、8番マーベラスバースト、その後ろ、では前の方から先手を取ったのはマーベラスバースト、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、では前の方から先手を取ったのはマーベラスバースト、並んで10番ファイトスポット、トーンカット、この馬もこのグループ、
その外にシーユリー、ブレイクエリート、その内に続いています。オレンジの帽子、イクノディクタス、いい位置につけました。その隣にウローレズ、その外にライトブロー、緑の帽子、ウォータースパーク、その後ろ内からはスピークセゾン、シンデレラロータス、それに続きます。青の帽子、リッチブレイブ、その後ろすぐ隣にストームクロス。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。さあ先頭はタイトスポット、マーベラスバーストほとんど差がありません。シーユリー3番手、イクノディクタスいい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ハイトスポット先頭、差はほとんどありません。2番手はシーユリー、追いすがる。やはりイクノディクタス先頭だ。残り 200m、 先頭はイクノディクタス。シーユリー必死に追いすがります。イクノディクタス先頭、シーユリー追いすがります。イクノディクタス1着、イクノディクタス1着、2着にはどうやらシーユリー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはハトゥーフ、イタリアンウィッシュ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してハトゥーフ鼻に立ちます。その後ろからはシェルフォール、この馬も上がっていく構えです。さらにはアンモア、10番イタリアンウィッシュ、その後ろプレンティーオブグレイス、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭からアンモア先手を取りました。すぐ後ろにイタリアンウィッシュ、さらにはシェルフォール、その後ろにシリウスコマンド、オレンジの帽子イエローリープ、その後ろその外にハトゥーフ、これに続くのがカイラスシグナル、すぐ後ろにビアランサー、その隣にクリスマスブローリー、その横にスピークセゾン。後ろからの競馬になりました。イクノディクタス、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。しんがりからプレンティーオブグレイス、 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。さあ先頭はベスト K ポイント、ハトゥーフ、ほとんど差がありません。イエローリープ3番手、1番イクノディクタス、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。ここで先頭に立ったハトゥーフ、ハトゥーフ先頭、引き離しにかかる。2番手はアンモア、懸命に追いすがります。ハトゥーフ先頭、残り 200m、 ハトゥーフ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にイクノディクタス、外から一気にイクノディクタス、イクノディクタス、イクノディクタス、1着、2着にはどうやらハトゥーフ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。